人生にサフランライソー、魂のルフラン、ハワイのフラダンス、どうも黒沢です。私たちの人生の中で多くの人が多くの時間を費やすこと、それが仕事です。その仕事とどう向き合っていくかを真摯に考えるか否かで私たちの人生は好転することもあれば悲劇的になることもあります。毎日朝起きるのが辛い、仕事に行くのが辛い、週末もずっと憂鬱な気分で過ごしている、今の仕事が自分に向いていないのではないかと悩んでいる、自分らしくない、自分の生き方ではないと思ってしまう、そんな皆さんに向けての動画です。 各有私も学習塾の主任講師をしていた時、毎日毎日仕事に対してネガティブな感情を持っていました。何かトラブルが起きるたびに、塾長のせいだ、生徒のせいだと他席にしていました。常にイライラしていたり、常にモヤモヤしていました。当時私は自転車通勤していたんですが、職場に向かう途中、意味もなく突然涙が溢れたこともあります。そんな私だからこそ皆様にお伝えできることがあると思います。今回は仕事と向き合う際にやってはいけないこと、ベスト3を発表します。第3位、他席にする。以前の私も そうでしたが何かしらのトラブルが起きるとすぐ上司のせい生徒のせい自分以外の誰かのせいにすることによって責任逃れをしようとしていましたしかしながら自分が関わっているトラブルについて私一人が責任逃れをしたところで問題の解決には至りません責任の大小の差はあれどまずは現状をそのまま受け入れて今から何ができるかを考えていくこれこそが解決の糸口になりご自身の仕事をより生産的に前向きに進めるためには重要な一歩となり得ます第2位自己練 にににに浸るる責責ししななななないいい人はは今度自自自分分分ががけけけんんだだと自分ばかりり任をなすりつけるようう行動に出てしまうことがありますこの状況が加速してしまうと最終的には私がダメなんだ私はバカなんだ私は才能ないんだ私がこの場所にいてはいけないんだという極論まで至ってしまうことがありますアドラー心理学でいう可哀うな自分に終始してしまうということですしかしながらいくら自己憐憫に浸ったところでやはり問題の解決はしません心理学者アドラーも言っているように 大切なことは今から何ができるか今かかかからら何何ががででききるる自分に何ができるかこの一点のみになりますそして第1自分が不満を抱えながらもいやいや仕事を続ける多責にしていなくても自己憐憫に浸っていなくても例えば皆さんを人格否定する上司がいたり自分が興味もない仕事を延々と続けさせられるのは苦痛になると思います私は社員6兆人を抱える会社の社長をしていますがやる気のない社員いやいや仕事をしている従業員は厳しい方ですが社長の目から見ても非生産的な人材 ととととといいいいいううここににななっっててしまいますお互いにとって利益がないということですではどうすればいいか仕事を変えるということが一番の解決策になるのは皆さんもお分かりのことと存じますただこの時代すぐに転職したいと思ってもなかなか新しい仕事は見つかりませんそんな時に弊社がお勧めしているのが副業ネット物販を行うということです私は中国から商材を仕入れてアメリカアマゾンで商品を販売するコンサルティングを行っていますパソコン1台でネット環境さえあれば誰でも簡単に始めることができるビジネスです言うなれば1人,の個人 個人事業主、起業家としてビジネスと向き合っていくことになりますから、経済的自由、精神的自由、そして時間的自由を得ることができます。毎日毎日満員電車に乗って嫌な仕事に行くよりも、好きな時間に起きてゆっくりと美味しいコーヒーを飲んだ後、家の書斎で仕事をするスタイルの方が魅力的ではありませんか。もしくは南国のビーチでトロピカルジュース片手にノートパソコン1台でお金を稼ぐこともできます。もし弊社のコンサルティングに興味がある方は、この下のリンクをクリックして、今すぐ詳細をチェックしてみてください。とはいえ ご不明点よくわからないこと心配なこともたくさんあると思いますそこで弊社では無料のカウンセリングも用意しておりますぜひこの機会に皆さんの居場所自分らしい生き方を手に入れてください人生にサフランライソー魂のルフランハワイのフラダンスまあ、この最後までご静聴くださりありがとうございますう 改めましてこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。散歩よしの堅実なネット物販の情報発信をすべくこちらのチャンネルを運営しております。もし今回の動画楽しかったなと思ってくださった方はよろしければ高評価チャンネル登録の応援いただければ幸いです。批判的なコメントもウェルカムですのでぜひお気軽に書いてください。茶番にお付き合いいただきありがとうございました。今回はネットビジネスのマーケッターの人がよくやる手法にのっ,とって で自分自身の海外物販という中国から商材仕入れたアメリカアマゾンで販売する。これは本当にやってるコンサルティングなんですけれども、それについて話をさせていただきました。今回私が使ったのはクエストフォーミュラ、クエストの法則っていうやり方で、例えばマッコナリ社長の動画とかも基本的にはこのやり方っていうのを踏んでるわけですね。あのギリシア神話のプロップ、ギリシア神話のストーリーと同じでですね、シェイクスピアの劇とかも全部そうなんですけど、基本的にはこのステップで進んでいけばいいよっていう 定型文、テンプレみたいなものが存在していて、マーケティングの世界の中ではクエストの法則、クエストフォーミュラっていうものがものすごくスタンダードに使われているやり方です。青汁の宣伝とかも全部これですね。クエストっていうのは5つのステップ、1つ1つの頭文字っていうのを取ったものがクエストになるっていうことです。まず Q っていうのは Qualify。これ適任とするページのターゲットを絞り込むってものですね。例えば皆さんはこんな悩みありませんかみたいな形で スタートするやり方っていうのは完全に提示のターゲットを絞り込む。誰に向かって話してるんですよっていうことを明確化するっていう話になります。次、アンダースタンド。私も昔はこんな悩みを抱えていたんですよっていうのが共感し理解するっていうことをアピールするやり方になります。その次、エデュケート、教育するってことですね。私がランキング第何位、第何位、第何位みたいなことを言ってたのは、ま、こなりさんもよく使うやり方なんですけれども、問題の解決方法っていうのを具体的に 具体的にお伝えし始めるとということで,すで、す。次、四つ目、stimulate これ刺激するってことなんですが、わかりやすく言うと、活気づける、購入意欲を鼓舞させるっていうことです。例えば、ノマドライフだとか、パソコン1台でだとか、好きな時間に起きてだとか、理想の生活を送れますって、こういったものっていうのは、私が提供している商材に対して、こんなベネフィットがありますよ、利点がありますよっていうのをアピールすることによって、お客様を刺激するっていう流れになります。 ありますそして最後、t、クエストの t は transition というもので、これ変化させる。正確に言うと、ただ見ているだけの観客をお客さんに変化させるっていう行動になります。ここで一番よく使われるのが不安を払拭するっていうやり方なんです。具体的には、無料の相談が受けられますよって私申し上げました。これって、いきなり問い合わせしたら入学を促されるのではないかと不安に思ってる方に、まずは無料でカウンセリングできますよ、相談できますよっていうことを明示することによって、その不安を払拭 不安という敷居を下げることによって連絡するという行動を取りやすくして一見込み客観客という立場の人お客様に変化させることができるというわけです世の中の大半の広告だとかビジネス系 YouTuber だとか大抵このやり方を使ってお客様を囲い込んでいくっていう手法に出ています私の動画をご覧いただいている方は資料深い方が多いと思いますのでこういったことに騙されるってことはなかなかないと思いますがでもなんで 古代広告が減らないのかよくわからないうさんくさい広告が減らないのかっていうと未だにそういった古代広告を出すと広告費以上に回収ができちゃうっていう現実があるからに他ならないんですね俗に言う情報弱者かもと呼ばれる人たちがかなり多くいらっしゃるってことですよって今後自分に何ができるかといえば自分自身のコンサルについては堅実に紹介をするにとどめるってことですねと同時に今回のね皮肉めいた動画であっても世の中のこれおかしいでしょっていう 広告だとか動画については今後とも切り続けることが結果的に情報弱者の方が情報リテラシーネットリテラシーを培うっていうことにもつながるんじゃないかなと考えていますというわけで今回は柄にもなく気張って一生懸命にクエストの法則を使って話をしてみましたが皆さんどうでしたか海外物販やりたくなりましたか最後までご清聴くださりありがとうございます